Cool of Lock. Girls Locks. Girls Locks. 生徒の皆さん、こんばんは。スクールオブロックの女子クラス3週目担当、橋本奈々美です。昨日と一昨日は、校長、教頭、職員の皆さんと一緒にお鍋を食べながら、私を送る会というものを開いていただいていました。本当にありがとうございました。楽しかった、美味しかった。わざわざ、校長、教頭もお忙しい中ね、来てくださってありがとうございました。ということでね、女子クラスに戻ってまいりましたが、一人だそう、いつもね、一人ですよ、女子クラスは。そう、いつもと一緒だけど、ね、昨日とついと賑やかだったものでね、ちょっと寂しいなとか思ったりしてしまって。そしてね、今日は、私がスクールオブロックの生徒としての女子クラスに登校する最後の日です。そうだから、この今の時間が私のスクールオブロック卒業式です。卒業式か、すごい、なんか不思議だよ。今日はね、そう、さっきも一人で寂しいとか言ったけど、それでもラジオの前にはたくさんの生徒、リスナーのみんな、私のファンのみんなが出席してくれてます。1年10ヶ月ですか、スクールオブロックと過ごした時間は。みんなどうでしたか？ねえ、私はもう小中学生の頃にさ、毎日聞いててすごい好きでいたラジオ番組して、私はラジオが好きだったけど、ラジオの仕事とかあんまりしたことなくて、でもなんかラジオの仕事したいってさ、こうスタッフさんとかに言って、ね、どんなのって聞かれて、絶対無理だと思うけど、無理だと思うっていうか無理なんですけど、スクールオブロックのガールズロックスってこんなんあるじゃないですか、みたいな。ああいう風に少しの時間でもいいから、なんか自分が好きに喋れる時間で、なんかファンの人の声とか読んだりとか、私が喋りたいこと喋ったりする時間ができる、なんかラジオがやりたいなって話したんですよ。で、なんかそういう機会があればいいなぁと思ってたら、まさかさ、例えばで出したスクールブロックガールズロックスのね、担当にこうさせていただいて、嘘みたいでした、聞いた時。運が良かった、本当に。私はいろんな縁がこう重なって、こうやってね、巡り合わせて、お手合わせてもらったこの時間ですけど。やだなぁ、泣くの。私は、乃木坂のメンバーとして活動してきた中で、自分で、こういう仕事がしたいとか、こうなりたいって人に言ったことが、あんまりなかったんです。なんか目標っていうものがなかったから、もう日々毎日あるものにこう向き合うことでもう精一杯だったからっていうのもあるし、けど私は唯一昔からラジオが好きだったし、なんか聞いてた学生、自分の、ちょっとごめんね、鼻水吹くからガサガサするかもしれん。自分の学生時代を彩ってくれた番組にこうね、やらせてもらうことができ
ったっていうのはすごく、私が唯一こういう仕事がやってみたいですって自分からスタッフさんに初めて言ったお仕事だったんです。だからすごく個人的にも思い入れがあるし、握手会とかで話してても、いろんな話題があったけど、スクロブロックを始めてからは、すごいみんな嬉しそうにラジオの話を私にしてくれるようになって、多い時では握手会の8割ガールズの話だったりしたんじゃないかなっていう時もありました。いろんなことやったからね、アントニオ七海やってくださいとか言われてさ 大丈夫かなって、せっかく会いに来てくれてるのにブスな私見て それでいいのかなとか 思ったりさ、どうしようや、悔しい。やだ 出てきた、なんか やらんぞ ラブサイクの音聞かせてごめんね、ちょっと一回出してくる もし人々に涙で、ああ出してきました ね、そう、そういうことですよ 大事だったんです、とっても。でもね、こうやっぱさ、涙出ます、悲しいからね。今まで1年10ヶ月こうやってスクロブロックガールズロックス、こう生徒のみんなにも温かく迎えてもらって、校長、教頭、そして職員の皆さんにも、こうたくさんの思いやりと好意をいただいて、とっても嬉しかったですし、私の今後の人生にとっても素敵な思い出になりました。こんなにメソメソ泣いてるけど、後悔というか、なんて言うんだろう、そういうものがあって泣いてるわけじゃなくて、なんか本当にいい思い出だったなって、なんかみんなとさよならするのが寂しいなっていう涙です。そう もしかしてナナミンこんなに泣いて本当はまだやりたいんじゃないのとかさ、本当は戻ってくるんじゃないのとか思ってくれてる人もいるかもしれない。確かに寂しいし、お別れは悲しいけど、けど私は次の道に向かってもう歩き始めてます、歩いてます。そこへは私はすごく希望に溢れてるものだと思って前を見ているし、私が決めて私が選んだことですから、そこには私は今までの乃木坂46としてやってきたことと同じだけの責任を持ってこれから先も歩いていきたいと自分で思ってます。みんなの声を見ていると、もっと早くに出会って、もっとたくさんナナミに会いに行けばよかったとか、もっといろんなナナミを見るためにもっといろんなことしておけばよかったとか、そういう声もたくさん聞いたし見ましたけど、それは違うなと思ってて、人は必要な時に必要な人と会うと思ってます。だから足りないと思ってても、その足りなさがきっと今後の人生にみんなにとって大事になってくる思いだったんだろうなって思います。だから足りないっていうことも多すぎるっていうこともないと思います。ちょうどよかったんだと思います。だから私は自分を信じるし、皆さんも自分を信じて、これからもお互い、この曲は乃木坂46でさよならの意味です。今間違った、乃木坂46で橋本七海ですって言いそうになった違うこれはもう6年間の職業病ですね。乃木坂46って言ったらもう自分の名前言っちゃうんですもん
それもでも今日で終わりです。もう私が乃木坂46のって名乗ることはありません。今日この時間をもって私乃木坂46としての私は全て終了します。そしてこの時間をもってスクールオブロックガールズロックス3周目担当も卒業します。みんな改めてスクールオブロックと過ごした1年10ヶ月どうでしたか？いやー、ななみんのラジオが好きだよって言ってもらえて本当に嬉しかったです。それではお別れの時間が来ました。スクールオブロックを聞いてる生徒のみんな、これからいろんなことがあると思うけど全部どうにかなります。生きてれば、なんとかなるし、何かあって後悔が生まれたとしても生きてる限り後悔を晴らすチャンスはあると私は信じてます。後悔する前提で喋ってるな。なるべく後悔しないようにした方がいいけどね。やっぱいろんなことが起こるじゃないですか、人生はね。そういう時、辛い時にね、ぜひ思い出してください。そしてみんな本当に楽しい時間を私にくれてありがとうございました。本当にたくさんお世話になりました。皆さんお幸せに。橋本ななみでした。したっけー。